ッタが持ち上げられてて、だいぶこのスポーティーな感じになっております。はい、ハーレーダビッドソン東久留です。本日はこちら2019年モデルの 883N ですね。こちらのカスタム行っていきます。今回ですね、こちら何をやるかと言いますとですね、まずね、こういうグリップ類ですね、この辺、これとかがグリップヒーターになったり、あとはこのタンクキャップもね、今これ純正なんですけども、これもあのカスタムのタンクキャップに変えます。あとはこちらのメーターもね、デジタルのものに変えていきます。そしてあとフロント周りでいきますと、こちらのウィンカーですね、このウィンカーのね、位置を変えて、これもあのバルブから LED に変えちゃいます。で、ヘッドライトもね、LED に変えます。で、こう戻っていきますとですね、まずこのタイマーカバー、こちらの部分とかのね、カバー類も全部変わっちゃいます。で、これもですね、このステップ、ここもですね、あのコレクションで揃える感じになりますんで、ちょっとお楽しみですね。で、なんといっても今回の目玉はこれです。このサスペンション、ここにね、あのハーレ純正のピギーバックショックって呼ばれるあの一番いいやつ入れちゃいますんで、どんな感じになるのか皆さんお楽しみに。で、後ろ側のこのライセンスブラケット、こちらもね、あの木島さんのやつで変えていきます。あのちょっとここからぴったり出るやつタイプですね、そういうのに変えちゃいます。で、こっち側もね、ちょっとバラバラになっちゃってはいるんですけど、この辺のカバーだったりとかステップ類、こっちもね、全部変わっていきますんで、ちょっとお楽しみにしててください。はい、今回ね、取り付けるのがこちらのパーツになります。結構ね、いっぱいあるんですよね、こんな感じでして。まずちょっとこの辺から見ていきましょう。まずね、これがまず目玉のピギーバックショックって言いまして、ハーレのやつですね。こっちにね、あのオイルタンクが付いてるんで、かなりスポーティーな感じの走りになれると思います。で、こちらがですね、ウィンカーエクステンションと、あとヘルメットのロックですね。で、ここがスマホホルダーになります、純正の。で、こちらがね、メーターになりますね、デジタルのメーターですね。これですね、ガソリン残量だったりとか、残り走る距離とかも表示してくれる、かなりいいやつです。で、そしてね、この辺がカバー類になっていきます。まずね、このカバー類なんですけど、全部ね、この今回ブラックのスカルで揃えてあります。ブラックのウィーリージスカルって呼ばれるやつですね、このタイプのやつ、こんな感じです。で、これがアクスルカバーですね、これがダービーカバーで、これがステップ前後ですね。そしてこの辺がアクスルですね、これもフロントのアクスル、あとはこれがシフターですね。で、タイマーカバーと、あとガソリンキャップはあえてちょっとクロームのものにしてあります。で、こっち側に来ますと、こっち側もね、まあまああるんですけど、この辺がライト類ですね。まず LED のヘッドライトつけていきます。こういうタイプのやつ、純正のですね。で、これがヘッドライトにつけるタイプのグリルになります。これもちょっとどんな感じなのか楽しみですね。で、こちらがね、ウインカーですね、これ LED にします。フロントをですね、フロントをウインカー LED にしていきます、こんな感じで。で、位置もね、先ほど説明したように移設していきます、こちらの木島のやつで。で、レンズもね、スモークタイプに変えちゃいます。そしてこちらがですね、まずドライブレコーダー、前後につけるタイプの三つ葉さんのやつです、これが。あと USB ポートと、で、これがグリップヒーター、これもね、ウィーリージスカルのブラックタイプのやつです。これもですね、ここであの、6段階で調整できるようになってます。で、ナンバーのね、ライセンスブラケットもつけていきます。はい、今ですね、こちらの部分、この辺全部カバー類変わってきました。本来ですね、ここの部分なんですけども、こことここですね、こういったサテンのね、クロームのやつがついてるんですよ、こうやって。ここもですね、なんですが、今回はウィーリージースカルのね、ブラックタイプ、ちょっとデニムっぽいやつですね、このボディに合わせてある感じの色合いになってます。で、ステップもね、スカルで統一してるんで、かなり統一感出るようなカスタムになっております。はい、続いてね、何をやるかと言いますと、今度はこのメーターですね、これ交換していきます。そのためにね、ちょっとタンクを外しちゃいまして、今こんな感じで外れてるんですよ。で、タンクの中にね、こういったモジュールが入ってるんですけども、こういうのが入ってて、で、これにですね、このフュエルゲージセンサーってやつをつけていきます。なんでかっていうとですね、この新しく取り付けるこのメーターがですね、これがガソリン残量が表示されるようになりますんで、そのためのレベルセンサーになります。はい、こちらですね、今カスタムのメーターの方が取り付けできましたね、こんな感じです。
でね、これが今までついてたノーマルのやつです。何が変わったかと言いますと、ここの部分ですね、まずタコメーターがこっちに来てます。今までね、これがスピードだったんですけども、こっちがタコメーターになってます。で、ここにね、スピードメーターがデジタルで表示されたりとか、あとガソリンの残量だったりとか表示されます。で、あと残り走れる距離、Rレンジっていうのもついてます。それ以外にもね、あとはね、バックライトのね、色をね、変えられたりとかするような設定になっています。こちらですね、今ね、リアフェンダーの方のカスタムを行っております。何をやってるかっていうと、この部分です。ここですね、あのナンバーつける部分、ライセンスブラケットを取り外して、そこにね、あのちょっとフェンダーレスっぽいやつをつけていきます。で、これがもともとついてるやつです。結構この間やぼったいんですけども、新しくつけるやつはかなりスッキリしちゃいます。で、もう一個がですね、あのこちら、この部分です。この部分にあのサスペンションついてたんですけども、こちらですね、これがノーマルのサスペンションなんですけども、これをですね、ピギーバックショックってやつに変えていきます。かなりかっこよくなると思います。はい、こちらですね、今ね、ピギーバックショックの方が取り付け完了いたしました。こんなスタイルですね。結構ね、このリアフェンダーが持ち上げられてて、だいぶこのスポーティーな感じになっております。それでね、この純正のライセンスブラケットも外して、こういったタイプに変えてますんで、かなりね、このスタイル的にはかっこよくなっているイメージです。でね、このショックなんですけども、ここでね、あの硬さだったりとかね、減衰力とかを調整できたりとか、この下のところでも細かく調整できるようになっております。はい、すべてのね、カスタムパーツが取り付けできましたので、ね、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、この車両なんですけどもね、3個ぐらいね、ちょっとポイントがありまして、まずはね、この大きいのがピギーバックショックと、あとはね、前後のね、ライト類が LED に変えてあります。それから、あとカバー類が、スカル、ウィリージスカルのね、ブラックタイプのコレクションに合わせてあります。で、ちょっと見ていきます。まずね、このヘッドライトですね、こちらが LED になっております。こんな感じです。でね、グリルがついてて、こうちょっとオフロードチックなタイプになっています。で、ウィンカーもですね、本来はこの部分についてるんですけども、それをですね、このトリプルツリーのロア側に移設してあります。で、スモークタイプのレンズに変わってます。で、中が LED のやつですね。でね、ここにね、ちょっとドライブレコーダーのね、前後つけられるタイプのやつで、ね、フロントタイプがついています。で、こっち側に回ってきますと、こんな感じでメーターもね、変えてあります。メーターはですね、これ上がタコメーターで、下がね、スピードメーターだったりとか、デジタルで表示されます。で、これはね、ガソリン残量も表示されるようになっています。でね、あとはこのグリップヒーターですね、これもね、ウィリージスカルのブラックのものに変更してあります。こんな感じです。で、タンクのね、上部のこのタンクキャップ、これもね、ちょっとスカルのに合わせて、あえてクロームのタイプになっています、こちらは。そしてこちらですね、下回りは、足回りですね、足回りはですね、こんな感じでウィリージスカルのブラックのが入っています。で、このタイマーカバーとかも全部スカルに変えてあります。そしてやっぱりなんといってもね、今回の目玉はこのピギーバックショックですね。この後ろ側についてるやつ、これはですね、こことかでいろいろ調整ができるようになってます。細かい調整ですね。で、かなりね、かなりというか、まあ若干ですが、ちょっと後ろの車高が少し上げられてて、スポーティーな感じのお尻周りになってますね。こんな感じでスタイリッシュですね、かなり。で、ナンバーのね、このプラスチックの、あの本来ライセンスブラケットがここについてるんですけども、それもなくなりまして、こういったスッキリしたタイプのものに変えてあります。で、あとはですね、こっち側も全部ね、ダービーカバーとかシフターペグとかもスイージースカルのブラックのものに変えてあります。